アキチャンネルです。今回ですね、このメンバーに集まっていただきました。このメンバーはもちろんね、こう種子島ビッグビジョンに参加してくれてるメンバーであります。佐藤、はい、ゆうと、はい、お兄ちゃんの、お兄ちゃんの方、お兄ちゃんだけ、お兄ちゃん、5分だけ、5分のお兄ちゃん、5分のお兄ちゃん、タジ、アキラ、ゲームのないです、アキラ、よろしくお願いします。はい、坪井圭介。うい、どうも。坪さん。坪さん。もうええって。浮き輪。はい、中田浩二。お願いします。今回はですね、ちょっと日本代表とか、J リーグの話もしていきたいなと思います。おかしいっすよ、みんな。そうでしょ、薄いな。薄いな。薄いメンバーだな。関西在住じゃん。そうですよ。カフェもやりながら。だから関西系は強いわけだ。強いですね。結構ね、情報もあって。そう、神戸。今日。で、役職的にはだって、ジェフの。そうですね、千葉だけだな。そうだよ。はい、なんとかです。なんとかなんとかいう役職。お仕事、お仕事。で、工事も役職持って、中島の。CRO。CRO。何ブラブリでしょ。あんまり浸透してないやつ。坪は散歩だけしてる。散歩。散歩のおじさん。山口さん。日本代表も強くなってきた。なんでこんなに強くなってんのっていう、ワールドカップでカタールでね、結果をまあ出せ、本当要所要所で攻められながらも勝ってきました。だけどドイツの代表の試合した時みたいに、なんか感傷的なまでいけたっていうのは なんでやと思う。僕逆にあの4人に質問したいですけど、ワールドカップ出てるじゃないですか、で今の僕は、はい、全くです。で、今の選手たちは日頃から戦ってるメンバーが海外のトップクラスの選手たちじゃないですか、うん、チャンピオンズリーグもそうですし、マリーグもそうですし、でも皆さんが笑ってた時に、そういうあの J でプレーしてて、対戦する人とかって構えちゃったりとかあったんですか？なんか大谷選手が、リスペクトするじゃないですか、あれが多分今回の日本代表に大きく関わってるとか。それはね、かなりあると思う。ありますよね。特に俺はだから国内組って言われる側だったじゃない、ヒデとか、まあ、俊介もそうだけど、ジークもそうだし、でその時にやっぱり、もうテレビで見てた人はっていう、ちょっとリスペクトがあったわけ。ですね、戦うまでは。だけど、まあ、ヒデとかもそうだし、友達です、じゃジークに挨拶来てね、みんなジークにね、ジークで、俺らすごいでパワーって言って、うわ、ロナウドやん、うわ、ロナウドやん、言って、だけどジークに。やってるわけだ。でも俺らからしたらジーコは監督や。まあそうですね。だからなんか俺らが偉いわけじゃない。なんかそういう風に見れなくなるっていうか。っていうのは俺はあった。まあちょっと少なくとも意識しちゃってる部分あったです。ジャブする相手に。うん、自分ではね。俺は完全にそれで。マジですか。それはだって水分取ってないから。緊張で水分取りますよ。マジですか。完全に飲まれてる。ワールドカップのね。へえ。それ面白い。2006年のほんまね、ふくらはぎのテーピングのあの。貼り方を尋常じゃないぐらい貼ってたよね。裏全部貼ってた。俺初めて、俺はいつも言うけど、初めて両足つってるやつを見たっていう、ワールドカップで初めて笑ったというか。普通片足だけこうやってますけど、両足こうやって。で、こっちの時間、福さんこっちのって言うから、いやいや、どうしようもないって。それは今思うと、やっぱり福さん言ったように、もう経験不足しかなかった。その点は、こう、こっちは一番経験問題なの、海外向いてる。そうですね。ところを埋めたいっていうのがあったし、まあ、2002年を経て海外の選手たちとやるのがもう日常になってたから、そういうのはもうなくなりました。2002年に出たことによってもう自分が海外に行くっていうのを決めるってこと。もう海外に行かなくちゃいけない、こういう選手たちと日常でやらなくちゃいけないっていうのはすごく感じてたし、僕らの世代でいうと稲本が行って、新治が行って、高原が行って、やっぱそこにやっぱついていかなくちゃいけない。もちろんヒデさんとか行くんだけど、やっぱっていうのがあったから、同世代が行ってるから負けたくないっていうところと、世界とそうやって戦っていかなくちゃこれから埋められない差になっていくんだろうなっていうのがあったから、出てきたかった。で実際出て行って、だからもうそういう気持ちはだからなくなりました。出て行ってからなくなる、もう全然、だからもう日常じゃないですか。もうだから普段チームメイトもマルセイユいる時はフランス代表とか、リベリーとか、ラスとか、バーゼル行ってもイヴァン・ラキティッチとか、おー、ラキティッチ、そう、あいつまだ若かったんですけど一緒にやってて、だからもうそういうクロアチア代表とかいろいろいたんですけど、そういうのはだから日常になりましたね。それが今の代表にはもう当たり前になってるから、それがある、大きいのもあるか。まあこれまとめると、考え方とやっぱ体が世界基準になってる。体がフィジカルでいくんですよ。そういうところでやってる環境でやると強さと速さとか、そういうのがもうやっぱ世界基準になってるし、考え方ももうやれて当たり前っていう考え方をしてるから、まあこれがまあ
確かに今の代表たちもめちゃくちゃ息するらしいね。自分の考えはどうだみたいな。すごいらしいっていうのは聞いた。外国人バンって渡り合ってもなんかこう競り勝つじゃん、やっぱり。俺の時は多分なんかゴムゴムでいったらこれ負けるんじゃないかっていうその気持ちがどっかに。ああ、そうとか、もっとやらなきゃいけないとかってあったよな。そうそうそう、もう勝って当たり前みたいな、そうバンっていくから、俺の時はなんか考えてる時点で遅れるわけね。行かなきゃいけないと思って行ってる時ってちょっと遅れるじゃないですか。でも今だから海外組が増えてきて、海外でやってる選手って多分そう思う前に体いってるんですよね。だからもう自然やね。そうだからもうそういうところでも勝てるようになってユートとかもちっちゃいしさ弱いしさ、もうなんかもう取れないよ。めっちゃ言ってる。何があったんですか。めっちゃ言うことは世界基準じゃないっていうことでした。いや、それを言いたかったから。急にめっちゃ言いますね。何歳なの。41歳です。45。どういうこと。先輩の代表で何か戦ってるやん。はい。その時にどういう思いで。どういう思い。なんか僕はやっぱその必死でしたね。そのレベルに残っていかなきゃいけない。あとは僕は皆さん以降ちょっと下の世代じゃないですか、うん、この世代がドイツで勝てなかったって結構僕たちには衝撃だったんですよ。あのメンバーで勝てないんだ、どんだけ日本と世界はさ広いのみたいな、このままどうやって埋めていくの、そこにこう自分とかの世代が入った時に果たして埋められるかどうかっていう、そういうのもありましたね。今ねジェフのさ子供たちとかフリア受けが多いし、コージもだって鹿島の子供たちとかフリア受けが多いじゃん、はい、俺らも仕事とかで行ってフリア受けが多い中で、ジェフの子たちってどういう思考なの。もう海外ですね。すぐ海外。やはりそうですね、目指すとこは海外ですね。指導者もそのレベル的には海外レベルのなんていうの指導行かないとダメですけどね。もちろんスペインとかでライセンス取った人が入ったりはしてますけど、オシムさんってどう言ってたの当時。俺らの負けた、代表2006年があるじゃん、はいはい、オシムさんがあの会見で一番最初にサッカーを日本化するみたいな話だったじゃないですか。 あれってなんか僕ら的にはすごくありがたかったじゃないですけど、この世代がやっぱドイツで勝てなかった時にサッカー選手もそうですし、メディアもサポーターもこのメンバーで日本代表勝てねえのか、結構もうネガティブな状態になったと思うんですよね。その時にサッカーを日本化するって、いや日本人らしくやればやれるんだよって、どこの真似する必要もないし、君たちの良さは絶対あるから、それさえしっかりやれば戦っていけるんだよみたいなことをバッて言ったんだなと思って、あれちょっと救われましたね。2006年は日本らしくなかった。やっぱあの癖が強かったんじゃないですか。タレントすぎて一人一人のね。いやもうタレントすぎて、まあ、名前は伏せるけど、まあ、福西伏せてない後ろの足つってるやつ多いし、中田秀俊のあれメンバーですけど、あれでもどうですか2006年のそのさ、まあ、ブラジルとか戦った時どう感じました。3戦目じゃん、だって勝たなきゃいけないじゃん、うん、ブラジルは適当にしてたじゃん最初ね。最初やっぱそう感じたんですか。俺すぐ見たまちゃんが点取った後、あれもマイク言うけど、俺もベンチで見た、もうこれ見や、俺もピッチ見た、ああもうちょっと、うん、で数々のやっぱブラジル代表に行ってたドゥンガもはじめ、ああいう人たちがやっぱそういうのを J リーグでもやってるというか、やっぱその辺の切り替えってすごかったね。ジョルジーノだってすごい、ジョルジーノそうですね、そういうの俺が見てきてるから、今ブラジルで優勝目指してやってるわ。だから俺らの時は大量失点しなきゃいけない、確かに。そうトッパー決まって、だからこの試合休みってなってるから、でも一定入れられながらちょっと入れるスイッチ、なるほど、そこが世界の差だなって俺は思った。だけどそこからな、やっぱりだってオシムだって日本化してますとか、海外に出てる人がどんどん増えました、これはレベルアップが大きいんじゃないっていう、まあ、そこを経てだよな今。もうそこ経験じゃん、もう絶対すごい。そういうとか言うそこはもうすごい差ですよ、ね。となると逆に J リーグから代表が選ばれることは今後少なくなっていくんじゃないか、ね、それぐらいの意識でやらないとダメってことだな。そういうことですよね。 J リーグの選手たちが、ね、選手たちがだって俺らの時やっととかもそうだけど、で出てないと2000の試合だけど、やっぱり日本でも成長するんだっていうことがあったわけ。世界も日本を認めてくれてるっていうのもあると思うけど、結局みんながもう出ていくっていうことが、そこはでも思いますよ。出てっていい経験を積んで、でもやっぱ J も大事じゃん。日本から行った世界に行って活躍する選手がいるってことは、世界も日本って思ってらっしゃるんですよ。日本の選手って結構ね、認められた感はあるよな。そう、確かに。それに並行してやっぱ J リーグもレベルアップしてったら絶対認められるんで、そこはやっぱりリーグとしても、まあ、僕らもそうですけど、ね、そこはやっぱちゃんとやっていかなきゃいけないところだと思いますよ。海外に行きゃいいじゃなくて。そうだよね。J リーグいかにね、そうやるか。J リーグ自体がもうそれを世界を意識した、うん、まあ、指導もそうだけど、環境をどう作るか
っていうのは大事になってくるじゃん。神戸がね、こう優勝するだろうって言って、うん、今上位にいます。